エロスクリーン。おはようございます。アローズスクリーンの審査です。さて本日は埼玉県和光市にございます、こちらのスロット専門店ミリオン和光10号店さんにやってまいりました。昨年からこう炎の10番勝負として進めてまいりましたこの街道ワンオンワンですけれども、一応今回がシリーズ最終戦となっておりまして、今回の対戦相手は川原みのりさんでございます。というわけで、今回の街道ワンオンワンは、特にですね大きなルールもなく炎のファイナルバトルということで、バトルの方は単純なサマイス勝負を行ってまいりますが、今回はですね、一応今シリーズの最終戦ということで、私が勝った場合はもちろん川原さんから私物化グッズをプレゼントしていただくんですが、私が勝った場合はですね、サマイスのプラスだった場合はそのプラス分で景品の方をゲットして、それをさらに視聴者の方にプレゼントしたいと思います。で、お互いこうマイナス収支で僕が勝った場合はですね、この場合でもアローズスクリーンから、プレゼントをご用意して、川原さんからのプレゼントと、我々アローズスクリーンからのプレゼントを視聴者の方にご用意いたします。今回もぜひ最後までご覧いただいて、ご応募の方していただきたいと思います。それでは街道ワンオンワン間もなくスタートです。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。寒いなあ。結構絆窓まぎに行かれてるってことは座れる、座れます。どっちにしよっかな、外線かな、外線行きます。飽きないないですよね。ですね、はい、修正がちょっと悪すぎました。バラエティーか、ちょっとノブナ行っていいですか。朝一ちょっと回します。はい、というわけで今回は川原みのりさんをお迎えしての街道ワンオンワン。前回僕がアナザーゴッドハーデスでプレミアゴッドを引いたにもかかわらず負けてしまった、悔しい相手ですので、今日はハーデスではなく凱旋勝負でリベンジしようかなと思ってこちらの凱旋選びました。それでは早速打っていきたいと思います。よろしくお願いします。入場は58番でしたので、かなりこのミリオン和光10号店さんでは人気の高いゴッドシリーズ座れるかなと思ってましたが、残り1台でした。なんとか狙い機種には座れたものの、やっぱりこのゴッドハーデスの人気ってすごいですね。もう朝からフル稼働ですよ。そして今左の台は早速ゴッドゲーム当選とかなり早い当たりです。いいなぁ。審査さんと、いつものあれ対決で普通にサマイバトルで負けた方がプレゼント、私物プレゼントですよね。またなんかメガネぐらいしかなかったんですけど大丈夫かな。いやすいません本当に。さあ、それではですね、ひとまずバラエティコーナーで頑張りたいと思います。織田信長の野望です。周期抽選ものなんでね、私の大好きな。というかここのバラエティコーナー結構いい、好きです。めっちゃ私の好きな防衛台がいい感じに並んでるんで、午前中はここでもう全然楽しめるんじゃないかなって感じしてます。
チャンス目ですね。ちょっと待てよ、今、周期抽選で、全長に入ってるんですけど、おおこれはね、もう当たりました。多分今の強チャンス目でボーナスかな、リアルボーナス。ボーナスかな、はい、いただきました。早い。私が見ているのは世界よ。さあ、共通でしたけど、リアルボーナス獲得です。今日チャンス目から。88ゲーム、7ボーナスです。都市予選。よし、カセテスあるんですけど ART 抽選をしているので、ここは欲しいところ、エピソード告知いきましょう。てい、あ、ダメだダメですか、どんなだよそれ。はい、あー残念です。120枚終了です。さあ、ここは奇数転売がちょっと続いてきましたね。先ほど中断リプレイは一発ポーンときましたが、チャンス当たってくれたら嬉しいぞ。これぐらいで、お、バックドした。さあ、ゲーム数はまだ135ゲームと浅いところで、初当たりのチャンス外れです。うい、はい、周期抽選、クリアでございます。6周ちょっとに、水バランスですね。118ゲームです。お、引いたわけじゃないのか。あ、チャンス目、あ、1人増えましたね。お、いいね。お、ちょっと待って、これはね、多分リアルボーナスを今引いたんじゃないかと思います。ゲージ募集でしたけど、多分旗か着旗、あ、強チャンス目でした。強チャンス目で、リアルボーナスを途中で引きましたんで、そうすると ART はもう確定かな、さすがにと思いますけど。いただきました。あ、菊田さん、やっぱりいただきましたね。ソコックがちょっと増えてますけど、130枚現在で、ゲージボーナス10ゲームぐらい残ってたんですけどね、これはまだやれ、あ、やれない、なくなりましたはい、RT ですね、電化フラッシュいただきました。さあ、始まりました。まずは、一等戦。さあ、3回1セットですね。
今のところ50ゲームからの継続して、あー終わっちゃった、まあ、継続率がね、何大会かあるんですけど、まあ 10% とかだったかな。おでも、周期ですで、にお、エピソード熱そうだな。エピソード成功で対抗検知確定。はい、対抗検知裏の製造ですね。左頭動作より 2の役に向け天下と ナビが、おお失礼します。はい。さあ、野望ナス、対抗検知獲得です。はい、対抗検知、恥ずかしい方のやつですよね。まあ、1回は絶対に、ゲットできるので、この3ゲームの間に、それで、ゴーゴーの、だいたい5ゲームずつの15ゲームです。で、また前半パートの3ゲームですね。ここで、あ、測定ポケットしたい。あー、うん、1回15ゲームプラスで終了です。あ、そっか、さっきの旗から行ったのか。シューピッチ戦だったけどダメと、ダメっぽいです。はい、233枚終了です。まあ、うまくねリアルボーナスとかも絡められたらいいかなと思うんですけど、まあほぼほぼ今トントンですね。いやー、まさかのまさかの宵越し天井でしたね。まあ、ここまでたどり着けたので1000回転超えて中途半端に単発 AT とか食らうよりはまだ楽しみは持てます。 V が欲しいぞ、 V が。これで当たりになりますね。はい、結局最初の当たりは1325ゲーム据え置きでの天井投資の方は58本2900枚です。白か、参ります。あーっと、ここでちょうど中間報告の時間となりましたので、続きは後半戦で回していきたいと思います。はい、中間報告の時間となりましたが、ミリオンゴッド神々の凱旋、厳しいスタートでしたね。ただ天井なんで 80% のループストックを持ってる可能性があります。 50% ですけどね、それがどうか。 AT に入ったと同時にちょうど中間報告になりましたので、まあ後半戦のそれをお楽しみとして、まずは川原さん電話してみます。お、来ました、行きます、はい、あ、もしもし、あ、川原さんお疲れ様です、はい、あ、お疲れ様です、審査です。今日は2ヶ月ぶりのバトルということで、僕がリベンジの立場にあるんですけれども、はい、僕は今日も前回アナザーゴッドハーデスで PGG 引いて負けてるので、そうでしたね、そういえば、はい、今日は凱旋勝負してます、はい、あ、
マジっすか。マジっすよ。さすがですね。やっぱ攻めますね。攻めますよ。川原さんがなんて言おうと、はい、朝から何を売ってるか全く予想できないのでもうとりあえず凱旋行こうという感じで座りましたが。あ、そうなんですね。はい、川原さん何どんな感じ。あ、私は、はい、ちょっとあの朝の抽選が悪かったので、はい、織田信長の野望を打っております。うわー、また珍しいみたいですね。はい、そんな別にバグ出ししてるわけでもなく、はい、あのめちゃくちゃ使ってるわけでもなく、ほう、はい、遊んでる感じです。遊べてる感じです。投資の方は、はい、どのくらいだっけな、あ、7本ですね。7本まあまあまあ、はい、まあ7本で持ちコインはちょろっとですね。ちょろっと、うん、あの当たりは結構引いてるので軽く。なるほどなるほど、まあ、そういう台なんですけど、うん、はい、大丈夫ですか、まあ、そんなぬるい勝負してて。河原さんだいぶ差が出てます。今サマイ数で多分河原さんと僕のサマイ数、はい、3000枚近くありますよ。3000枚。はい、サマイ数。サマイ数ですか。はい、言いましょうか。僕の状況言いますよ。はい、朝一、はい、ゴッドゲーム当選までの初期投資が、はい、58本です。え、どういうこと？あ、そっち？朝一、初期投資が58本あったんですよ。はい。なので今投資が2900枚で、え、あ、そっち。サマイスがだから3000枚近くあるって言ったじゃないですか。めっちゃ出してんのかと思いました。逆めっちゃハマって。あ、そっちか。ただ朝一の当たりが天井なんですよ。はい、なのでちょっと笑わないでください。ごめんなさい。それで今マジでちょっと焦りましたもん。いや、そうなんですよ。ただ線ですか、線天井ですか。いや、あの、宵越し。いや、違いますよね。宵越しです。宵越しで、宵越しで、天井に無事に到達しまして。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。よし、ここから 80% のループストックの力を見せるぞというところで中間報告になったので、まあ凱旋ですからね、本当に後半戦どうなるか分かりませんので、ちょっと気を引き締めて、河原さんは気を抜かずに後半戦も務めていただきたいと思います。あの、ごと期待します。ごとぞろい。もう2回3回引いて、はい、今日は時間が足りないぐらい消化するつもりなので、はい、はい、中間報告じゃなくて最終報告楽しみにしておいてください。わかりました。それでは後半戦もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。織田信長の野望か。まあ可愛らしい台ですよ。可愛らしい台。収支の方も可愛らしい収支でしたね。投資7本ですって。持ち込みがちょろっとですって。ぬるいわ、ぬるいわ。ベガベガ。いやー、めっちゃ使ってる。びっくりした。まあ私下手こかなきゃ大丈夫かな。ゴリゴリに固くいきたいと思います。はい、何もなしか。チャンスも何もありませんでした。ゴッドゲーム1セット目、これで100ゲーム消化になります。さあ2セット目があるかどうか。いきます。これで 80% の可能性は高くなったと思いますよ。よし、やってやるぜ。よっしゃ、やった。 IRT ないかな。あ、終わり、終了です。187枚。ちょっと伸びないですね。当たりは引いても。はい、それではで
ですね、オスサラリーマン番長です。283ゲームもう回ってますけど、とりあえず、2回と1回で、流さなきゃなので、コインは流して、新たに投資をスタートします。あ、そうだよね、なんか多いなと思ったんだ3つ目まで来た、おすべるニオモン、いっちゃえ、長い、いるでしょう、あるある、よっしゃ一発目のおすべるからニオモンいただきましたよ。よし、絶対 AT 入れます。スベルからのニオモンです。あれあ、そっちいやー、お、揃わない、ラスト1ゲームですね。あ、これは扉来るかな。いやいやいや、まだラストジャッジじゃないんで、わあ、ややかが欲しかったな。ちょっとリプレイじゃ厳しい。ラストかな。ラストジャッジお願いします。開かず、はい、残念、もったいない。これで2セット目が終了になります。543枚、さあ3セット目あるかどうか。そして一応これが3連目のキナナとなりますので、次のゲームキナナならセットのセットということになります。いきます、キナナでもいい、うわ、キナナはなし、さあ5ゲーム目なしか。2セットですか。果たして 80% あったのかどうか、ちょっと残念ですね。暑い、暑すぎないですか。なんかだってこれ無理なのかな。ちょっと私脱げないんですけど、どうしよう長かったな今。お、一つ目かな、一つ目かな、あ、一つ目だ。おおおおおおお、やったぜ。これは当たるな。はい、しかもレア役解除で、あ、しかも滑るも吹くというね。めっちゃかけるな。ウィン、ありがとうございます。319ゲームです。チャンス目解除と思われます。レア解除なんで、まあ、天国とかに、ね、上がってくれればいいなと。カナナビビです。お、熱いよ。チャンス目でしょ。人たち出てきた時点で相当熱いです。熱い、おパンダちゃん、よっしゃ、ありがとうございます。よっしゃ、いただきラッシュ確定です。
これでまた天国とかに上がってうまいこと絡んでったらどうだ、時間ギリギリまくれるかもしれない。200枚レシートは持ってるんでね。上乗せもせず何にもなく終わっちゃいそうです。ラスト1ゲーム、うーん、ニオゲートありました。ニオモン当てるぞ、今度こそ。よし、おし、来たぞ。これはレアヤか、レアヤ来てます。うわ、弱者大丈夫でしょ、開かない、なんでなんでだ。さあ最後です。惜しかった、すごい。当たってそうですね。588ゲームでした。さあこれが最後の AT となるのでしょうか。時間いっぱい消化できれば川原さんとの勝負はまだ僕はわからないと思ってます。ちなみに投手は現在67本。今度はドゥイストプロチャンス。ここまで今日は気7 4連もリプレイ4連もなかったんですけど、ここに来て気7 4連の後はリプレイ4連、そしてこれで J ストップ。さあ上乗せチャンスがやってきました。これね、内容次第ではまだ本当にわからないですよね。内容次第では当てたい、1個ぐらいは乗せたい、できれば7を揃えたい、できれば7を揃えたい。ボタンが1回も来ませんでした。ラスト、なー、上乗せなし、残念。わあ、ハーレス、やべ、もう別積みがボットもね、積まれてますね。通路に、ドデンと。結構箱持ってる人多い、外線。中のカドニあたりが、積んでる人多いかな。角がすごい、やっぱ、強めな気がします。あ、こっちも角。絆。絆はね、結構、あんまり角関係なしに。場所は関係なしに全体的に出てますね。わあ、80%、やばい。だから言ったじゃないですか、今日は窓マギだって。うわあ、今日窓マギすごいね。何が起こってんだ、こっちもやん。窓マギ全部、窓マギ増大したんだ、すごいっすね。はい、実戦終了でございます。もう僕の方はご覧いただいた通りの悲惨な結果でございました。果たして川原さんの方は勝って追われてるのかどうか電話してみたいと思います。窓マギすごかったですね。窓マギ、はい、もしもし、あ、川原さんお疲れ様です。シーサです。お疲れ様です。お疲れ様でございました。お疲れ様でございました。いやー、ちょっと今日は、はい、
もう結構言うのが怖いんですけど、最終報告です。はい、はい、じゃあ僕の方から言いましょうか。はい、お願いします。結果投資枚数が、はい、全部で70本でしたので、3500枚ですね、投資が。はい、で最後はもう心折れてしまいまして、はい、交換できずに終わりまして、マイナス3500枚でした。ちょっとこっち今バイクが通ってバイクが通って聞こえなかったんですけど、もう一回言ってもらっていいですか。あ、はあ、分かりました。もう一回言わせるんですね、はい、それ、はい、最後はですね、もう、はい、もうちょっとさすがにこれ以上追えないなっていうところで心が折れてやめました。3500枚のマイナスです。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、やりきりましたよもう最後。そうですね、移動考えずにもうと1台の回線でもう最後まで打ってやろうと思って打った結果、まあ、こうなるよってことですね、はい、いや、こっちの回線めっちゃ出てますよあ、本当ですか。そっち行けばよかったないやー、そうですか。私ですね、はい、投資が22,000円、はい、の、回収が456枚、はい、ね、おーってことは、はい、ということで、600枚ぐらいか。600枚の投資なので、そうですね、はい、いやー、悔しい悔しいけど、もうね、もうこればっかりは限られた時間で限られた状況で打ってるので、もうしょうがないことですもんね。まあそうですね、そうです、そうです。いやー、そうですかね、もうこんな結果言ってしまったら何も言えないですよねでもなんか私すごいなんか審査さんとあんまり相性が良くないのかなと思って、いつも負けさせてばっかりいるなと思いました。そんなことないですよ。そうですかそんなことない。あの、僕この街道101が相性悪くて、はい、あ、この企画で勝ててないんですよ。そうなんですよ、もうこの企画自体があんまり相性良くない。じゃあ私のせいじゃないですね。そうそう、むしろ川原さんの時、僕あの、はい、前回も終始的には結構頑張ってましたし。そうですそうです、だからしました。いやもう本当そうです。はい、ちょっとワンオンワンは、ぜひお願いします。そうですね、あの、一応今シリーズはこれで終わりになるんですけれども、また続編があるかもよっていう話になってますので、はい、なるほど、その時はまたぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、失礼します。あ、お疲れ様でした。はい、失礼します。失礼します。はい、ということで、ちょっとね、なんと声をかけてあげたらいいのかという展開になっていたようで、あの、心苦しいんですけれども、まあ私もマイナスなんでね、今日のもう勝敗はもうドローみたいなもんですよ。はい、あの、また、戦えるの楽しみにしてます。お疲れ様でした。なんかね、残念な終わり方ですけれども、負けましたので、私の私物と、そして今回は最終戦ということで、オープニングでも申し上げた通り、アローズスクリーンからも視聴者の方にプレゼントをご用意しております。詳しくはアローズスクリーンのホームページでお知らせしておりますので、そちらの方からぜひご応募くださいませ。はい、というわけで、この街道101ではですね、様々な媒体からいろんな方にこうお越しいただいてバトルを行ってまいりましたが、一応今回の街道101で今シリーズが終了ということになります。そして今続編も検討中で、もしかするとまたすぐに街道101の続編が始まるかもしれないんですけれども、一応今シリーズは今日で終了ということで、また次回街道101が行われる際には、ぜひご視聴の方よろしくお願いします。それでは今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。さらに総まとめ総対決。
ぞみんな、こよらブワン、シャー、大丈夫大丈夫です。嘘、マジですか。しかもダブル、ダブル呪いでした。100ゲームスタートです。あれ、うわー、びっくりした、やったよかったあ、1セットこの水着姿は見れるし、神がいたわよ。お願いします。よっしゃ、いった、ピーチーチー、約20ゲームですね。おっきい、うん、よっしゃ、いったぞ、プレミアボットです。最高、大事な一発ね。ほら、そういうこと。果たして 80% あったのかどうか。よっしゃ、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。アローズスクリーンチャンネルへのご登録もお待ちしています。